どうもタトゥースタジオレイズのダニエルです。今回ね、堀石さんをねちょっと募集したいなと思いまして告知させていただきます。詳細はね概要欄の方にまたリンクを貼っておきますので、そちらから、見ていただきたいのですが、まあちょっと僕の方からね、少しお話ししたいと思います。まずね、一番大事な点なんだけど、ほらタトゥーアーティスト堀石をするからにはね、メインとなる作業はやっぱ施術だとかデザインになりますよね。でうちで撮ってるそのスタイル、実際私自身もそうなんですけど、このデザインをする施術をするというそのアーティスト業のみで済みます。正直そこに集中することができる環境を整えてます。お客様とのね、その連絡の対応だとか、集客だとか、SNS でのそのね、配信だとか、そういうのを全部うちの専門のスタッフが対応するように、うまいことシステム作ってますので、よりアーティスト業に専念できる環境を用意してます。そして、アーティストとしてのそのブランディングというものも、スタジオの方で、専門のスタッフが行います。これブランディングをすることってどう大事かって思う、ね、アーティストさんも多分いるのかなと思うんですけど、まあ、簡単に言えば全国的にこう少しでも、名前が知られたアーティストになるようなその作業を専門のスタッフがいわゆるブランドを売るんですね。個々のアーティストとしてのブランドを売ってみんなに、全国みんなにできるだけ知られるようになる。そしてこのアーティストさんに彫ってほしいというちゃんとしたそのお客さんとして訪れるようになるシステムを組むことができる。それがもう言うたらかなり大事なことなので、そこも自分で一生懸命デザイン描きながら、施術しながらね、そんな中自分を一生懸命ブランディングしてっていうことも基本的にはする必要はないです。専門のスタッフが全て対応して、そして一からプログラムをちゃんと組んでいきますので、ブランディングに関しても安心してください。これね、タトゥーアーティスト堀石さんのそのあるある、いわゆるドタキャンやね、ドタキャンだとか急な変更だとか連絡がないブッチの予約だとかね、いわゆるそういうのって結構経験してる、困ってる人っていうのは多いし、多い業界でもあると思うんですよ。ただうちではその独自の予約のそのシステムを採用してるので、そういったドタキャン率というのがかなり低いです。で万が一ね、ドタキャンあったとしても、そのちゃんとした対応をお客さんがしてくれるようなちゃんとしたシステムを組んでるので、そこに関しても明日のお客さん、明後日のお客さんドタキャンあるんかな、大丈夫かなっていう不安はもちろん抱えずに、安心して日々 のスケジュールに従って仕事に専念することができます。なので時間の無駄がない仕事が、効率よくできます。そしてね、まあ一番大事なとこだよね、何でするかっていう、そのね、アーティストでありながら、何をするかって言ったら、まあ言うたら報酬だよね。そのお給料っていうのが大事になってくるので、生きていく上でも新しいマシン買う上でもね、プライベートも仕事もいろんな意味では最終的にやっぱビジネスをしないといけないっていうのが大事な点でもあるので、うちではちゃんとその固定給、固定の報酬プラス、インセンティブという2つの形態を取ります。一般的なスタジオさんでね、どういう形態とお給料がね、どういう形態を取るのかちょっと僕も分かんないんですけど、うちでは一応固定の報酬と、インセンティブ、この2つを同時進行で考えてます。で何が言いたいかっていうと、万が一ね、まあ基本的にないんですけど、万が一お客さんが月に1人もいませんでしたっていうことがあったとしても、最低限の生活ができる環境状況っていうのは、保証ができるようにしてる。だから万が一なかったらもう俺生活やっていけないんじゃないか、どうしようかっていう、そういう不安は、正直ない状態をうちが保証してます。でレイズではね、独自の衛生マニュアルが、まあ30ページほどのものかな、しっかりとしたその衛生マニュアルを組んだものがあります。だからそういった教育に関してもうやむやにせず、一つ一つちゃんと根拠を立てた衛生の対策と教育というのも、しっかり行ってますので、まあ、そちらに関しても勉強になるかと思います。
うちではアーティストさん、スタッフさん一人一人に、MacBook を、支給します。で、MacBook なんで支給するかというと、もうスペースの無駄だし、ちょっと時代に合わないので、うちではそのデスクというのを一人一人もう設けないんですね。もっとフリーなそのデザインをする時間、仕事をする時間というのにもう少しゆとりを持たせるようにしているので、スタジオにあるね、1階のオフィスでデザインを書いてもらってもいいですし、制作してもらってもいいですし、近くのスタバだとか、カフェ、喫茶店に出て、あと公園行って、まあ結構気ままにその仕事ができる環境っていうのを整えてます。やっぱりね、デザインの仕事をしててね、こう会社に閉じ込められたような行き詰まるようなね環境っていうのは あまり好きじゃないので、させたくないので、そういうことは。結構自由な環境で仕事ができるように MacBook を支給して、それでデザインが制作できるように、しています。そういうシステムを組んでます。なのでデザインはどこでやっても自由、結果を出すことが大事なので、うちはもう結果しか見ません。なのでそういった自由な発想をするためにも自由な空間というのを設けてます。それから万が一ね、 MacBook の使い方がわからないという方が来られても、いわゆるアナログから、これからデジタルに来るという方にも、ちゃんとその MacBook の使い方、 Adobe の使い方、イラストレーター、フォトショップね、そういったものの教育というのもうちでは全部完備してますので、そちらもご安心ください。でね、またその成長だとかその個々の能力に応じて、今度は iPad Pro というのも、支給を考えてます。いや、私も実際ね、できるだけ紙を使わないその iPad Pro でデザインをするっていうことが、すごくその仕事の効率、仕事のデザインの速さ、そして、そこから修正がすごく効いたりだとかね、お客さんがやっぱりこうしたい、やっぱりこうしたいっていう時の、やっぱこれいりません、これはつけてください、そういうね、やっぱデザインの世界って急な変更とかもあるので、やっぱ紙に変えちゃうとね、後で消しゴムで消してとかやってられないので、ちゃんとその iPad Pro でレイヤーを使った、まあ専門的な話なんですけど、修正が効く、そして変更が効く、サイズの変更が効く、自在に効くという、その技術的な面でね、すごく良くなってるので、そういう意味ではその個々の能力に応じて iPad Pro を支給という形を、考えています。はい、もちろんそこに対してのその使い方、教育というのも、こちらでいたしますので、ご安心ください。そしてね、また面白いことがあってね、うちではそのライセンス、ロサンゼルスのそのライセンスも取れるようなそのサポートがあります。一応ね、将来的にロサンゼルスの方で、お店もスタジオも出店も今ね、計画中です。なので日本でやりたいのか、もしくはいや、ロスに行ってロスで仕事したいっていう人に対しても、どっちも選択ができるように、ロスで輝きたいか日本で輝きたいかというその選択肢をね、一応設けているので、もしロスでやる場合にはやっぱライセンスが必要です。そこに対するサポートっていうのは基本的に全部うちでしっかり完備しているので、そこも自分の将来を輝かせる一つの鍵にもなります。あとは社員旅行もね、仲間でみんなでやっちゃいますね、レイズは。で、社員旅行は基本ね、その海外に行くっていうのがいつもやってるんですけど、やっぱね、日本だけでこもってるよりも他の国も知る方がね、いろんなその視野が広がって考え方とかアイデアとかも変わってくるかな。まああとは純粋に楽しいかなって感じなんで、海外旅行、慰安旅行もうちのスタッフ一同、仲間としてみんなで行きます。もちろんその時のね、旅費、宿泊費はうちで全部、見ますので、楽しみに。で、お休みとかもね、一応充実させたいんですけど、夏季休暇、冬季休暇、あとはゴールデンウィーク、そういったね、お休みっていうのも、しっかり、取れるように、設けてます。で、毎月のね、休みもお休みですね、毎月だいたい毎月、週休2日ぐらいの休みはもらえるので、そのお休みもどこに休みを入れたいかというのは自分で自由に、決めてもらいます。でね、やっぱ引っ越しすることになったりだとかね、レイズに入るってなった場合に、人によってやっぱ引っ越しだとか、その新しく落ち住む時のその初期費用だとか、そういったのがちょっと今は辛いですっていう人も中にはいるんで、まあそこは大相談でね、一部免除したり、全部免除したり、
することもありますので、そこはまずご相談ください。でね、まあそんな感じでできるだけこう企業の社畜みたいな感じの、扱いをしたくないので、やっぱ仲間であり、お互いに尊重し合いながらやっていける環境を整えたいなと思ってます。なので今のその現状にその満足ができてなかったりだとか、もっと将来上りたいだとか、今の現状が不安だとか、あの集客がすごく難しい不安だとか、まあ、いろんな悩み持ってるそのね方いると思うので、そういった技術がね、あのやっぱ活かされないのは、せっかく技術があるのにブランディングだとか広告だとか、あとは問い合わせ上のねシステムだとか、そういうのでつまずいちゃうこともやっぱあると思うんですよ。でそれ一人でやるのってすごく大変なので、僕も経験したんですけど、ものすごくやっぱ骨折れるので、だからこそうちはそのチームでちゃんと分業して効率よく専門スタッフっていうのが、各専門スタッフっていうのがいて、潤滑に組織と仕事が回るようにちゃんとプログラムされているので、そういった不安がある方はぜひぜひ、まあ、問い合わせしてみるだけでいいので、ぜひご連絡ください。お待ちしています。